デザイナーではなくても配色が上手にできるコツをご紹介します。この動画ではノーコード CMS バインドアップを使ってテンプレートの配色をアレンジする方法を解説します。バインドアップではドレスカラーを使うことで簡単に配色することができます。まずメインカラーと5つのサブカラーを設定することでウェブデザインに使う色を一元管理できます。色を使いすぎて見た目が崩れてしまう失敗を防げます。バインドアップテンプレートでは主に図のような役割を定義しています。またウェブサイトに使われているカラーの一括変更が可能です。まずドレスを起動してドレスカラー設定を表示させます。ここでウェブサイトのメインカラーとなるカラーを設定します。カラーの指定方法は2種類、カラーコードを指定する方法とカラーピッカーで指定する方法です。あらかじめカラールールが決まっているようであればカラーコードを直接指定し、決まっていないときはカラーピッカーでプレビューしながら指定すると良いでしょう。カラーピッカーは左軸が彩度、縦軸が明度を操作し、下のスライダーで色相を変更できます。サブカラーはメインカラーをもとに色相や明度、コントラストを調整したカラーが自動生成される。カラーパレットから選択と個別に設定する自由に選択があります。ドレスカラーを使ったテンプレートのカスタマイズ方法を解説します。まずテンプレートからドレスを開いたらテキストやボタンの背景がバランスよく入った場所を探します。メインカラーのスライダーをドラッグして任意の色に変更します。メインカラーによっては明るく見えすぎてしまう場合がありますので、その場合はカラーピッカーで明度を下げるとなじませられます。設定は以上です。